ファミツウェーブ DVD ポッドキャスティングを毎週楽しみにしてくださっているリスナーの皆さん、先週分の放送に関しましてろくに告知もせず突然お休みしてしまい申し訳ありませんでした。実はもともと先週はポッドキャスティング始まって以来初めてのお休みをいただく予定だったのですが、休めることに浮かれすぎてあまりそのことについてリスナーの皆さんにお知らせすることをすっかり忘れておりました。申し訳ございません。何分バカが喋ってバカが録音してバカが編集しておりますゆえ、どうしても必ずどこかでミスが起きてしまうわけであります。今後はこのようなバカ丸出しな失敗を二度とせぬよう精進してまいりたいと思っております。この度はご心配をおかけしまして申し訳ございませんでした。それではタイトルコールを行かせていただきます。ファミツウェーブ DVD ポッドキャスティング69回目メールの回です。はい、そういうわけで突然ですね、薄気味悪い男の謝罪文で始まった69回目なんですけども、はい、まあね、ちょっとお休みだったということで、そうですね、大変ね、申し訳ございませんでした、申し訳ありませんでしたということで、私、司会のプロス杉です。はい、ファミツウェブ DVD 副編集長のルパン小島です。はいよ。私、昨日アメリカから帰ってきまして、お帰りなさい、鼻がうっすら日焼けしてますね。もうちょっと俺、すごい鼻も焼けたけど、うん、耳たぶじゃねえや、耳の上とかも焼けててさ、でお土産なんですけど、すげえ忙しくて、めちゃくちゃ忙しくてスーパーしか行けなかったの。はい、そんな中でだよ。はい、そんな中でこれはすごいことだよ。わあ、一見普通のマシュマロでしょ。マシュマロだね。しかもね、ただ、このクラフトのジェットパフってマシュマロは、ちょっと前まで日本で普通に買えたんです。で今一切これ日本で売ってないんですよ。へえ。僕はマシュマロが大好きで、特にこのクラフトのマシュマロが大好きだったんだけど、昔は森永が入れてたんだけど、ある日入れなくなっちゃって、もうどこ探してもなんかマシュマロばっか売ってるネットショップとかあるんだよ。にもないの。それを でアメリカには売ってる。アメリカに売ってたんだよ。だから多分すごい体に悪いものが入ってることが判明したとか、なんかそういうあれかもしれないですけど、でもこのマシュマロが一番いい匂いなんだよ。そうなんだ。早速じゃあ、マシュマロをね。マシュマロなんて、これだからすげえ久しぶりなんだけど、うん、やっぱりゼラチンのね、硬さ具合が一番、うわー、お菓子っぽい。他のね、マシュマロはダメなんですよ。甘い。このジェットパフが一番うまい。ああ、美味しい美味しい。だからもう わざわざアメリカで私はマシュマロ買ってきましたよ。いや、本当ありがとうございます、うん、それだけじゃあれなんで。それだけだとあれ、つまんないだろ。なんだと思うこれ。うわ、ネズミ捕り。ネズミ捕り。パチンってやつだ。ちっちゃいね、大きいネズミ捕りとちっちゃいネズミ捕りが売ってて、それなんか俺にこう。なになに。それあれじゃねえか。俺にこう。なになに。ちょっと挟まれ。お前は勘がいいね。勘がいいねじゃなくてさ、これでマジ痛いだろこれ。これ待って待って、今セッティングするから。え、待って、どうすんだろうこれ。あ、僕あなたアメリカ行ってる間。久しぶりに風邪をひきまして、お前それなんでマスクしてんのかなと相手聞かなかったんだけど、それでね、俺ほら一人暮らしやめてさ実家戻ったじゃない、だから母ちゃんと一緒に住んでんだけどさ、母ちゃんがすげえ心配すんのよ、だから、とりあえず母ちゃんが寝る時まで俺も寝て、昼間な、で母ちゃんが寝たら、こっそり起きて、夜中会社に行った。いてぇ、危ないの。いてぇ、だから言っただろお前。おいおいおい、お前こそんなそんなリアクションをね。おいおい、これマシュマロが、おい、ふざけんなよ。こんなマシュマロがお前ちぎれちゃった。マシュマロがお前ちぎれちゃったじゃん。これ、いてぇ、ビビったいわ。これはお前マシュ、こんな軽くてふわふわしたもの置いただけで、おー、なんか嫌な汗かいた今。言ってー、まあ、そんなお前だってそれをさ俺の指とかでやろうとしてたんだろ。言って
バカじゃねえの俺。これはちょっと絵面的に。これは危ないよこれ。だから踏み込んでますよ。こういう危ないものをさ持ってくんじゃないよ。うわ怖い。怖い。これ無理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 。これ無理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 。気をつけな。うん、なんかお前の話どうでもよくなっちゃった。あ、まあ、俺は配信。お土産もう一個あるぞ。すごい。これ何？なんかこれお土産なの？らしいよ。じゃあこのネズミ捕りは。あ、お土産お土産。これ何どこに仕掛けとけばいいの？わかんないけど、こうやってドキ切りゲームを。すげえ怖いっていう。怖いね。こうしてるだけですげえ緊張感あるじゃん。2個セットされてるよ。もういいよ。でね、ここにね、とんがりコーン、タコライス味、沖縄限定ってことは、沖縄行ってきたろ。誰か沖縄に行ってんだよ。俺じゃないよ。沖縄行った人、声出せ声。はいはいはい。お前すごいね、ゴールデンウィーク行ったんでしょ。俺豪よく高いじゃない、ゴールデンウィーク行くのって。え、どういうこと。大妻くんじゃあタコライス味。これなしな。うん、うん、大妻くんじゃ大丈夫。俺はマシュマロより全然軽いもん。経験しよう。無理無理。大丈夫大丈夫。はい、大妻くんはとんがりコーンをネズミ取りに置くゲーム。いやー、これは軽いもん。うん、これはバチにはならない。横だよ、横横横横置き。いや絶対無理だこれ。大丈夫だって。絶対もう俺ほんとダメなんですよ。しゃがんでおー、おこちゃん取らなきゃ。取って口で口でバカじゃねえ。口でイエーイ。乗った乗った、ネズミ取りに今二つのとんがりコーンが乗りました。これをなんと大妻くんが口で食べようという。お口で。どれぐらい痛いか、俺とルパンがもう実証しました。実証しました。かなり痛いです。跡が残ります。跡が残ります。すげえ痛かったよ俺も。そんなだからこれパクって。もし食らったらどうするんですか。え、食らわないよ。お前天才、お前天才だから大丈夫だよ。肩が大事。真横からそうそうそう、ここから体もうちょい、体半時あーまいこれいける。ベロ危ない。そっちの方が危ないよ。ベロだけ出したら危ないよ。一気に吸うんだよ。吸って安全な。吸って。おお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 すごい。なんだ超。さあ次のチャレンジャーが来ております。イエーイ。あ、ちょっとセッティングだけじゃん。はい、タイミング悪いんだろ、いつも。いいよ、大丈夫。これ電気力とか見てないっすよ俺。おい、はい、第2チャレンジャー周作くんが、周作くんがこのスタジオに遊びに来ております。イエーイ。いけるよ。いけるじゃん。唇とかやれたら痛いんじゃないかな。だいけるよ、いけるよ。おー、いける。いけるいけるいける。いいからいいから。ライブ、あ、ほら、それ直せんなんだって。その
の直し方はもうちょっと直し方はもうちょっとどうにかしてる。超震えてる。超震えてる。なんでこれピクピクピク震えてんだよ。すげー震えてる。お前らこれ逆に難しくしちゃったんじゃないか。上から食え、上から。もうこっから行こう。もう上から食え、上から。上から行けるよ。もうほらほら。おお。なんだよ。なんだよ。結局成功か。いや長い。長い。あー、はい、デズビートル面白かった。ポネム千流さん、6月号買いました。全然面白くない、金返せって感じ、もう買いません、ポッドキャスティングはもう聞きません、さようなら、昔は面白かったのに3年間ありがとう、さようなら。もうねポッドキャスト最終回にふさわしいお便りをいただきましたよ。マジで。お前これ心して読めよ。あ、読めってか聞けよ、うん、ポネムポテチさん、はい、前々から気にはなっていたが、はい、ルパンの下の歯が2本茶色いのがうざい。あー、先きれいにしたんですけど、あのヤニなんですよ。タバコの吸いすぎですね。タバコやめましょう。ダメさ加減が 歯だけ取ってもわかる。そうか、うん、歯医者行きます、うん、はい。ポネムバサラさん、6月号見ました。ありがとうございます。特別企画、レイト先生と不思議な教室が個人的に良かったと思います。ありがとうございます。夏さんの南太平洋学区やクワガタと意思疎通してるとこがマジ受けました。さすが夏さんだなと思いつつ、ね、うん、びっくりするほど中途半端に急に前半が終了したところに不意にルパンさんがうまい棒発言した時の丸々タイムを思い出しました。あー、でも大丈夫ですよね、後半。あれ後半の方が罰ゲームシーンとか入るからね。入るから、うん、全然。いや夏さんね、こういうお便りが来るとますます図に乗ります。図に乗るんだよやっぱ。図、いや、そんな乗りませんよって言うけど、絶対あいつの中ではこう自信というものが一滴一滴ね、うん、あいつはほら更新日に聞いてるから。そうだね、もう先に聞いて、うん、やべえ俺またうまいことやっちゃったみたいな、ね、あとあれですね、ファミチョイが終わっちゃって残念というメールをですね、はい、たくさんいただいてますね。あら、ポネモ奈々ちゃん人気は僕らのアイドルさんです。こんにちは。ファミチョイ最終回、コーナー全体の最終回ということもあり、うん、コーナー全体のテンションがなんか変でしたね。僕は生活順子、ね、小林由里さんの、ね、うん、トリコということもあってか、うん、寂しさが込み上げてきて泣くじゃくってしまいました。本当か？泣きじゃくるかな。泣きじゃくるかい。でもまあ本当に真のファンなら泣きじゃくるのかな。でもお前鼻声だな。ごめんな。うん、でもほら小林由里さんどっか劇団やってんだよね。そうです、だから あれだ、劇の公演を見に行けば、劇団の、まあ、会えますよ。まあなんか会える機会は捕まるだろう。でもないのかい。まあなんかあるんじゃないですか。まあ可能性ないわけじゃないからね、うん、ポネム黒湯さん、6月号、はい、オスマの花見に笑い、キムの職務質問に笑い、はい、冷凍先生の終わり方に驚き、ファミチョイ TV で泣く、ランキング表でのラスト、心にザクザクきました。ファミ通で泣くのもいいですね。あれはもうサンタのもうツボじゃないですか。そうだね、もうあれもう泣かすつもりで最終回。泣かすつもりじゃないですね。ただ嫌な気持ちで終わった方がいい。まあましたね。もう思うツボってとこはね。サンタさんの今ノイローゼ部分をチラリとね。ポネムソリッドモナークさん。はい、AD キムさんの鉄拳ファイブのトーナメントで喧嘩した時の話をもっと詳しく教えてください。これはいつか、うん、キムか、うん、菊谷が両方が出た時に直接話してもらいましょう。はい、なんで喧嘩になったのかっていうことをね。面白いですからね、これはね、はい、ポネムーあさんですね、はい、こう追伸の部分なんですけど、はい、紙面の奥付け見て気づいたんですけど、大妻さんは AD からプロデューサーに立場変わったのですね。まあ、アシスタントプロデューサーですね。そうですね。プロデューサーになってもフォトショップで新たに整形された写真が公開されてしまうんですね。そうですね。あの5月病やばいね、うん、あれはやばいね。5月病ですやつ、ね、5月病のあれはまたいいっすね、うん、ああいうことは、うん、ポネムのナメック星人さん、略してナメクジと申します。はい、こんにちは。まあいろいろつらつらご感想いただきまして、はい、この人いいとこに来てきましたね、はい、さて質問ですが、レイト先生と不思議な教室でポルノさんがウジ虫とクズ野郎とか、うん、言ってたのあれは映画フルメタルジャケットのハートマン軍曹を意識していたのでしょうか。よく気づきましたね。そうなんだ。そうだよ、ハートマン軍曹はいいセリフいっぱいあるよ。あのネットで結構まとめて、うん、日本語にしてまとめてあるサイトがあるから、それを見たらしばらく笑える。ポネムがわからないな、この人は。
ナッツさんを見ていると、はい、僕ももう少しだけ頑張って生きてみようと生きていくための希望が湧いてきます。それはすごいね。まあナッツさんも自称引きこもりのね、まあまあまあそうだね、キャラクターですから、うん、まあそういう意味では何ですか、底辺の人を見て頑張っていこうかと思うっていうのもいいことなんじゃないですかね。そうだね。というのをナッツさんこう自宅で聞いてどう思うのか。ナッツさんぜひメールをいただきたいですね。そうですね、ナッツさんから欲しいですね。たまにはメールをしてみてもいいんじゃないですかね、うん、あといろいろですね、69回目が更新されていないということを、うん、心配なさってくださってるメールをですね、すいませんでした、いろいろいただきまして、皆さん結構あれですね、はい、打ち切りじゃないだろうかとか、はい、山岸 D がついに、はい、ノイローゼが頂点にまた宮古島に一人で行ってしまったとか、はい、ノイローゼは決して不治の病ではありません、うん、根気よく治療を続けてくださいポネームだるまさん15歳の方から、はい、真剣にね真剣にメールをいただいて、まあ、あと黒湯さんも書いてますけど、はい、金玉の波紋で打ち切りですか、うーんまあもしくは5月病ですかと。え、大丈夫ですよ。大丈夫です。まあちょっとお休みというですね、うん、まあ雑誌も普通合併号で休みますけど、うん、我々はきっちり毎週更新でね頑張ってきたから、たまにはこう、そうだね、休んでもよかったんじゃないかなという、はい、感じで、え、今後は、まあ、もしお休みすることがあればちゃんと事前にお知らせして皆さんご心配ないようにいたしますんで、はい、今回ご迷惑おかけいたしました。ご迷惑おかけしました。というわけで非常にそのネズミ捕りで盛り上がってしまいまして、そうですね、これはどう編集されるのかが、ネズミ捕りだったら一回休んだら急にね1時間以上の収録を編集しなきゃいけない、この山岸、そうだね、大変なんですけど、ちょっとだから長尺聞きたいな、で笑いどころいっぱいだったからね、映像抜きですよ明らかに、明らかに、明らかにやってることがね映像抜きですよ、なんかパンパンパン、いやー食べない、俺すげえこいつの存在を忘れてたよ俺すげえこいつの存在を忘れてた、赤ん坊のようだった、あーいやー、というわけでですね、喋るだけ喋り倒してどう編集されるかがすごい楽しみな、69回目でございますね、はい、お相手はの鈴木と、はい、ルパン小島でした、はい、いやこれ泣いてお前はやっぱいいな、お前最強だなお前な